えどうもお疲れ様でございますたった今なんですけどもこの新刊チャンネルさんの動画が更新されましてこういうふうに書かれてますね。淡田進さんのお,お話なんですが創価学会大幹部が重大発表。 で独占取材ということで、まあ、再生してみたんですけども、58秒ぐらいでですね、えー、これから重大発表しますよってことだったんで、内容まではまだね、お知らせいただいてないんですが、まあ、近日中に、えー、その内容が、まあ、公になるということらしいです。えっ、ー、と、そんな感じでね、えーとあ、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、今回は終わってましたね。 まあでも、この新カチャンネルさんの動画をね、ぜひブックマークしてチェックしていただきたいなと思いますね。私も今登録しました。はい。まあ、こういった形で、え、淡田進さんって方がどんな方かわかりませんけども、この件を通じて、いや、本当に有名になるんじゃないですかっていうか、今までも有名だったと思うんですけども、私が個人的に知らなかっただけでね。まあでも、こうやって私もね、あの、淡スムさんのことをずっと毎日のように今見てるとね、 うん、なんか大物のような気がしますね、うん、本当にねあの、無知で申し訳ないんですけどもあ、今、創価学会が大きく変わろうとしてるってことと、あと公明党ですよね、公明党が自民党との連立政権を、まあ、熟年離婚するんではないかなと、そして新連立っていうのがね、維新の間と取り交わされるんではなかろうかっていう噂もあって、どちらにしても、軸が自民党ですからね。 暗い将来が待ってるとしか思えないなというということでございます。はい。えー、ぜひね、この新カッチャンネルさんの動画、ブックマークしてチェックしてみてください。えー、それでは私も気づいたことがありましたら、また放送させていただきます。それでは一旦失礼します。